釣りに行っても釣れへんから、また魚買うてもた。今日はタケノコメバル。こんな大きいタケノコメバル初めて見た。うん、大きいの。青山さん送ってくれてありがとう。青山さん稲からね。ありがとうございます。青山さんありがとうございます。魚もう内臓も取ってもらって、頭のさんとるの大変やと思うわ。なあ、うろこも取ってもらって、ね。じゃあちょっと刺身と煮付けにしますか。いやウイカ。オッケー。ちょっとだけ洗う。かぼすあるかな。頭落として。両サイドから落として、たすきに切って、関節に包丁を入れて、頭を落とします。はい、あ、うまいこといきましたね、これね。前回よりかうまいこといきますね。で、これを3枚におろしますけど、実はこれ、最初に1回切っとんですね、頭ついたままね。うん、で、腹側もガイドライン引いて、ここから、切っていきますね。うん、難しいんですね、ここがね。どうでしょうね。こんな感じ。はい。こっちだけ刺身しようか。こっちにつけしようか。入れないんじゃない、片手で。こうやったら切る。でこの腹骨をすくのがちょっと難しいんですね。血合い骨と腹骨がこう交差してるのをこう外してから切るんですけどね。もう下手だから身がいっぱいついちゃうんですね。だんだん大きな魚が小さくなってますね。これがまあさばき系 YouTuberになろうと頑張ってるんですけどね。だいたい基本まな板汚いのは下手くその証拠ですね、きっとね。今日のカーボンは美味しいですよ。いやもう YouTube で見たんですけどね、この刺身切るときに平作りやそぎ切りや薄切りで切り方違うんですけどね、魚の方向はいつも頭が右側にあるっていうのが基本みたいですね。お寿司屋さんの方がそうおっしゃられてました。で、そぎ切りの場合と薄切りの場合は身の腹表面側じゃない方からね、裏側から切るんですね。これ今切ってるのは表面側から切ってるんで間違いなんですね。頭も左側に来てますね。そんな感じです。白身の魚めっちゃうまいわ。でもほんま食レポめっちゃ下手やから全然言わへんし、食べるばっかり。陽子も言わへんもんな。やっぱでも食レポ難しいな。ほんと、根魚のね白身って美味しいですよね。もうこの煮付けもね、ほんと身がプリプリでもう言うことなしです。ねえ、サイズがね、なんと言ってもいいんですよ。私が釣るサイズじゃないんですね。大きくてとても美味しいです、うん、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してくれたらめっちゃ嬉しいな。では次の動画まで、ほなバイバイ、またね。